さあ本日は新宿から一駅来たところ、京王線の笹塚駅に来ています。ちなみにこのオレンジ色の表記の準特急という種別、これも京王線ユーザーからすると一般的なわけなんですが、準特急っていう種別は京王線にしかないみたいですね。独自の種別。そして今回乗車するのはこちら、11時53分発快速橋本行きとあるんですが、まあとにかく京王線の快速列車は遅いと。全然快速ではないんですね。これ特急準特急急行区間急行の下、各駅停車に挟まれる形で快速列車の表記があります。例えば最近行ったつくばエクスプレスとかだと、快速っていう種別は最上位種別になっていて、まあめちゃくちゃ速いんですね。通過駅も相当多くなっていますが、鉄道会社によって快速列車といってもこんなにも差があるのかというのを、この動画をもって身をもって体感していただければと思います。乗車していくのは快速列車の橋本行き、京王相模原線の方に入る列車ですね。ほら、まずもうこれ笹塚で一本ね抜かれてしまうんですね。これ正面に停車しているのは、おそらく先ほど紹介したこの京王唯一の種別の準特急なわけなんですが、こっちの方が先に来たのに、もう早速これ緩急接続、準特急の京王八王子行きに一本抜かれてしまいました。さあ一体どれぐらいこの快速列車は遅いんでしょうかね。ここ笹塚駅を出発、ちなみにこの区間相模原線の方に入る快速列車橋本行きはもうほとんど新宿の方からではなく、元八幡の方から、あの都営新宿線の方から直通をしてくる列車になります。そして真ん中複々線のようになっていますが、真ん中2本はこれ引き上げ線になっているんですね。ここで都営新宿線笹塚止まりの列車なんかがこの線路に入って折り返しをしたりする、本当この京王線の過密ダイヤを支える超重要な引き上げ線になっています。この先明大前下高井戸桜蔵区八幡山千歳烏山天川藤ヶ丘総合。車内放送を聞いていただいても分かる通り、停車駅がものすごく多いんです。まあ、とりあえず笹塚の次の代田橋駅は通過。ちなみに今乗車しているやつは都営新宿線の1300型の中でも古い初期車の方ですね。さあ代田橋を通過しましたが、次のお隣の駅明大前駅は、これはね特急列車準特急も全て停車する駅なので、さすがに快速列車も停車というか、まあこの駅は以前紹介したと思うんですけど、これ通過禁止駅になっていて、有料の京王ライナーなんかも絶対に運転停車を行う必要があります。日中でもこれですからね、上り列車が出発した後すぐ後ろに今か今かと、早くどけよと言わんばかりに後続の列車が待ち構えています。明大前も正面というか駅の前後に踏切があるんですね。その踏切が種別の判別におそらく対応していないので、まあ、明大前に列車が停車をして、そこから踏切を作動させる関係で通過禁止駅、通過したら踏切遮断機が降りるの間に合わないよってなってしまうんですね。全列車が停車、そして大きなカーブを描いて入線してくる、ここは下高井戸駅、明大前の次の駅も快速列車はしっかりと停車をするんです。路面電車のような見た目をしているこちらの電車は東急世田谷線。東急線っていうと東横線とか田園都市線とか地下鉄直通線を思い浮かべてしまいますが、これでも東急なんですね。また種別ごとの停車駅を見ると、その駅の重要度っていうのが浮き彫りになる気がしますね。先ほどの下高井戸駅は快速列車は停車をするものの、次に早い急行列車なんかは停車をせず通過になります。快速以上急行以下の駅、お次の駅も快速列車は停車をします。何やら駅の右側に留置線のようなものがたくさん並んでいますが、ここは桜上水駅。名前だけ聞くとめちゃくちゃおしゃれな地名ですよね。お前どこ住んでんのって聞かれた時に、俺桜上水って結構かっこよくないですかね。さあ桜上水を出発して、駅の右側にあった留置線はかつて存在をしていた桜上水検借の名残で、この付近も、まあ、マンションとかの開発が進んでいますが、かつてはずっと奥の方まで桜上水の検借が広がっていたみたいなんです。そして明大前、下高井戸、桜上水と3駅連続で停車をした後、ようやくここで快速列車らしい一面を見せてくれました。途中上北沢駅はなんとかまあ通過、
そして正面、今まさに、ね、上り線の環球接続が行われていますが、この次の駅も京王線の中で超重要な役割を担う駅。快速列車はこの駅に停車。笹塚を出発してからまだ2駅ぐらいしか通過をしていません。この光景だけ見ていると、まあどこにでもありそうな至って普通の1面2線の島式ホームの駅という感じですが、これ反対側、外側を見てみると、これ通過線が設けられているんです。そう、ここでこの快速列車は他の列車に抜かれるというわけなんです。快速列車っていうぐらいだからね、快適で速いっていうぐらいだから、本来であれば抜かれる側じゃなくて抜く側のはずなのに、まあ、バンバンもう笹塚を出発してから2本の列車に抜かれてしまいました。もうゆっくりゆっくりとまた八幡山駅を出発。八幡山の次はここ芦花公園ですね。芦花公園駅は通過をするみたいです。この駅も京王線の中では、まあなかなかに乗降客数も少ないような駅なので、まあさすがに通過。京王線はまあただでさえ駅間が短くて、快速列車の場合は駅をだいたいせいぜい1個飛ばしぐらいで運転をするんですね。なので区間的には発車してもうすぐ停車、発車してすぐ停車を繰り返し、かつ後ろと前にはもうすぐね列車が詰まっているので、駅を出発したらあっという間にスピードを上げて上げて、そして駅の手前でまた急に減速をするっていう、なんかジェットコースターのような走りも楽しむことができます。先ほどの駅は千歳烏山停車をして、そして車窓の左側にはこれ京王線の高架化工事の際の用地がしっかりとこれ線路1本分2本分ぐらいは確保されているみたいですね。ここ快速列車は懲りずにまた停車。千歳烏山の次、こちらちょっと地下っぽくなっていますが、仙川駅にもしっかりと停車をしてくれます。仙川駅降りると本当にねおしゃれな街で、これラーメン二郎があるんですよね。仙川二郎っていうのがあって、よく大学生の頃行きましたね。大行列ができてるんですけれど、ラーメン二郎の中でも結構ね美味しかった記憶がありますよ。このように丘を削ったような掘り割りのような形になっていて、そこの中に駅が設置されています。さあそしてここでようやくね、ようやく快速列車らしいところを見ることができます。到着したのは土地ヶ丘駅、まあ、千歳烏山、仙川、土地ヶ丘ともう3駅連続で停車をするわけなんですが、ここでようやく前の列車を抜くことができます。左側に停車をしているのはこれ京王線の各駅停車。このように快速列車がこの土地ヶ丘で各駅停車を抜き去ります。この土地ヶ丘は各駅停車に乗ってるとものすごくて、この駅で各駅停車はなんとね3本の列車に抜かれるんですよ。快速のほか特急、準特急、また急行列車と、あと快速列車、おそらくその3つに3回抜かれてしまうんです。辻ヶ丘で普通列車を抜き切った後はもうこの橋本までの区間で最も快速列車らしい姿を見せてくれます。次の駅はこちら柴崎駅ですが、こちらの駅を通過。この先柴崎、国領、布田と調布までの3駅は一気に快速列車は通過をするんです。まあ、さっきの辻ヶ丘駅で普通列車を抜いたことによって、まあ、前がすっきりしたんでしょう。そしてここからは地下区間へと入ります。ものの10年前ぐらいまでここからずっと地上に線路が伸びていて、地上の調布駅まで線路がつながっていました。今ではもうすっかり地下区間。僕地上の調布駅とか訪れたことなかったんで、一度ね訪れてみたかったですね。衝撃的な車内放送が流れてきましたね。紛れもなく12時15分発快速橋本の表記があるのにもかかわらず、この快速列車は橋本まで相模原線内、調布から先はなんと各駅に停車をするんですね。本線の特急列車との乗り換え待ち合わせが行われた後、快速列車は出発。
京王線では快速列車の本数がかなり少なくて、この相模原線こそ1時間に3本ほどあるんですが、京王本線の方に関しては平日に朝10時台に1本と、もうそれだけ。土日休日に関しては快速列車が運転されておらず、特急や準特急、それから区間急行によって優等種別は賄われてしまっているんですね。そんな快速列車は本線、相模原線問わず調布駅を出発すると、そこから先下り方面はずっと各駅に停車をしてしまうんです。早いのは調布から東側新宿寄りの区間のみ。調布から先は通過駅が全くないので、まあ、これ各駅停車と名乗ってもいいと思うんですが、ただ種別は快速のまま。これ相模原線内だけで下り列車として利用する方からすれば、あれこれ快速って書いてあるのに駅全く通過しねえじゃんということになってしまいますね。稲城駅を出発すると、ちょうどこの京王相模原線の上の方に地図から消された謎の路線が見えてきます。まさにこれですね。上をオーバークロスしていったのは武蔵野南線、府中本町の方からずっと鶴見の方面まで続いている路線で、これ臨時列車のホリデー快速鎌倉号とかもこのルートを通って横浜の方まで抜けていきますからね。広い広い車両基地が見えてきたと思ったら、これが若葉台検車区。動画のあの冒頭の方でお見せした桜上水駅にも側線があって、そっちの方が桜上水検車区で車両基地のような機能をしていたんですが、この若葉台に機能が移されたんですね。奥の方も相当これ線路ありますからね、かなりの両数が停車をしています。特に京王ライナーとかは、まあ、この時間日中に関してはそこまで運行することもないので、一部の特急列車とか、まあ、そういった運用についている列車を除いて、おそらく車両基地の中で待機をしているんでしょうね。正面に停車をしているのは準特急の新宿行き。準特急はこの快速列車よりもバンバン駅を通過していくわけなんですが、一部の準特急は京王の多摩センターから先各駅に停まりますみたいな、そういった準特急も存在をしているんですね。時間帯ごとに使い分けて優等種別を普通列車に変化させるなどして臨機応変に対応しているというわけなんです。さあ、そしてこの区間、京王長山を出発したあたりからは小田急線との並走区間です。何回かこの区間で並走を経験したことあるんですが、これおそらくね、京王の方が加速度というかスピード速いんですよね。なので出発がちょっと遅れていたとしても、この次の京王多摩センターまでの距離があれば小田急の車両に追いつくことができます。なんかこれ昔学生の頃やった 1500m 走とか思い出しますね。これ最初に行きってスピードを出す人をね、これ中盤以降でじわじわと追い上げていくのって本当に楽しいんですよね。こっち側の今乗車をしている都営新宿線の車両の最高速度110キロで、正面の小田急5000型の最高速度は100キロとなっています。10キロの差だったとしても、もう小田急のこれ先頭車両まで追いついてきました。まあ、こんなにもね差が出るんですね。ほぼ同着で京王多摩センター駅に到着。今回はこの京王多摩センター駅で下車。それにしても絶妙な停車駅を持つこの快速列車、まあ、大前提京王線の本線調布から東側の方では各駅停車が10分に1本間隔で運転されています。その間を縫うようにして急行列車を補完するような形で運転されているのがこの快速列車。途中八幡山に停車をしてもっと早い種別特急準特急の対比を行ったり、確定は止まるけど急行はさすがに止まれないような下高井戸とかに停車をして、その乗り換えの役割を担う、そんな急行の補完的な役割がこの快速列車というわけでした。今回もご視聴ありがとうございました。